人権支部対象は選考委員会において人権支部3省の文化省、厚労省に次の方々が選ばれました。石垣清美殿、岸谷西雄殿、大館久殿、早口李翔殿、大本水山殿。それでは令和4年度第36回人権支部大賞人権支部文化賞の表彰です。お名前を読み上げますのでご起立ください。石垣清美殿、1名の方が文化賞に選ばれました。それでは会長より表彰状を。表彰状、石垣清美殿、あなたは公益財団法人日本人権支部振興会人権支部大賞表彰制度に基づき、人権支部の学術的研究及び人権支部会の全体的な発展啓蒙に功績が多大であるとして、人権支部文化賞に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和5年3月12日、公益財団法人日本人権支部振興会会長、沼崎栄、おめでとうございました。おめでとうございます。それでは受賞されました石垣教授のように一言お言葉をいただきます。はい、本当に今日はありがとうございます。全国にいろんなたくさん立派な先生がいらっしゃる中で、私なんかいいんでしょうかという感じなんですけれども、本当にいただけて光栄に思っております。おことの伴奏をさせていただいて10年、本当にいろんな方とご一緒させていただきましたけど、今からもまたお声がかかる限りは頑張っていきたいと思いますので、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ次に。令和4年度第36回人権支部大賞人権支部厚労省の表彰です。お名前を読み上げますのでご起立ください。岸谷西雄殿、大館久殿、早口李翔殿、大本水山殿、はい、以上4名の方が厚労省に選ばれました。それでは表彰状と記章をお受けいただきます。表彰状、岸谷西雄殿、あなたは公益財団法人日本人権支部振興会人権支部大賞表彰制度に基づき、人権支部の普及及び公益財団運営の面で功績が多大であるとして、人権支部厚労省に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和5年3月12日、公益財団法人日本人権支部振興会会長、沼崎栄、おめでとうございました。はい、おめでとうございます。それでは受賞されました岸谷西雄殿に一言お言葉をいただきます。ただいまは身に余る賞状をいただきまして本当にありがとうございます。今後は人権支部等に関しまして一生懸命自分の力を発揮できるように頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうぞ席にお戻りください。
まして大館府久殿、どうぞ前にお進みください。表彰状、大館府久殿、あなたは公益財団法人日本銀券支部振興会銀券支部大賞表彰制度に基づき、銀券支部の普及及び公益財団運営の面で功績が多大であるとして、銀券支部功労賞に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和5年3月12日、公益財団法人日本銀券支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございました。健康に気をつけてもう少し頑張らせていただきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。早口李翔殿、どうぞ前にお進みください。表彰状、早口李翔殿、あなたは公益財団法人日本銀券支部振興会銀券支部大賞表彰制度に基づき銀券支部の普及及び公益財団運営の面で功績が多大であるとして銀券支部功労賞に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和5年3月12日、公益財団法人日本銀券支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞ席にお戻りください。大本水山殿、どうぞ前にお進みください。表彰状、大本水山殿、あなたは公益財団法人日本銀券支部振興会銀券支部大賞表彰制度に基づき銀券支部の普及及び公益財団運営の面で功績が多大であるとして銀券支部功労賞に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和5年3月12日、公益財団法人日本銀券支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございました。
表彰式典をご用意していただきまして、まずもってお礼申し上げます。今回、このような銀剣指導大賞という表彰をいただき、私の今の気持ちとしては、栄誉ある表彰に思いの中で感激でいっぱいでございます。なかなか自分がこの銀剣指導大賞としていただけるかどうか、非常に運送ではなかったのではないかと思う中で、こういう表彰をいただきました。これも広島県総連をはじめ、銀剣指導会の諸先輩、そして銀剣指導会の仲間たちのおかげだと感謝しております。今後は日本銀剣指導振興会発展普及のために精進努力してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。改めまして銀剣指導大賞を受賞された皆様に盛大な拍手をお送りください。